本日は松代藩真田十万石祭りにお越しいただきまして誠にありがとうございます。松代藩真田十万石祭りは真田信之公が松代に入部しまして、松代町の礎を築き約250年の間松代を統治、文武経済の発展に寄与された偉業を偲んで開催されてまいりました。本年は川中島古戦場祭り実行委員会とのコラボレーションもございまして、テーマの中に川中島合戦を取り入れまして、戦国時代を生き抜いた真田一族川中島合戦いざ出陣として行列を仕立てております。藩祖真田信之公をはじめ真田三代上杉謙信武田信玄を加えた戦国絵巻を再現いたしました。皆様どうぞごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。行列に先立ちまして太鼓も南より伊勢町、清居西の獅子舞が始まります。伊勢町清居寺は長野市無形文化財にも指定されておりまして、毎年松代町の祇園祭におきまして町内を練り歩き暴れ八坂神社に奉納をいたします。これからの演舞でございますが、激しい舞は獅子が蜂に刺されて大暴れをする屋台、それに続く道中林の七丁目は牡丹の花が咲き乱れる暖かな昼下がりの野原でうとうとと居眠りをしていた獅子がひらひらと舞う一匹の蝶に気がつき、その蝶を追いかけ戯れる様子を表した曲でございます。では伊勢町清居寺をご覧くださいませ。Thank you.
は兄弟をやってきてまいります。さあ続いての登場は木遣り松代会による善光寺木遣りでございます。お届けする木遣り歌は今を遡ること320年余り前の